皆さんこんにちは。今日はデジフライという雑誌に付録で付いていた USB-DAC 基板のケースに取り付ける方法を報告したいと思います。ちなみに USB-DAC とは USB 端子からデジタルをアナログに変換する装置なんです。 DAC はデジタルアナログコンバーターの略なんだって知っていましたか？これが本体で USB をつないだところです。 LED が点灯しましたね。適当なケースがないかといろいろ探しましたがありませんでした。仕方なく100円ショップで一生懸命探しました。するとありました。食べ物を保管する容器を見つけました。寸法的にぴったりです。こんなこともあるんですね。まず高さを調べて現物合わせをします。次に定規で高さを測ります。マスキングテープを貼り寸法線を書きます。上から見て容器に収まるよう定規を利用して調整します。大体の位置で手の内、定規で測って右側に手を打ちます。今度はドリルで穴を開けます。穴が開いたらヤスリで穴の大きさを調整します。こんな感じです。同じようにして USB 端子やヘッドホン側も穴を開けます。下のスペーサーを固定する穴も基板の位置決めをし穴開け固定しました。入りました。上から見たところです。どうですか？ぴったり収まりましたね。ちょっぴりコンデンサの高さが高いので蓋が微妙に浮いています。でも気にするほどでもありません。出来上がりました。これでヘッドホンの抜き差しが楽になりましたよ。部品に手が触れないので品質的にもケースに収めた方がいいですね。見た目を気にしないならこれでバッチリです。皆さんも頑張ってやってみてください。じゃあ、またね。ご視聴ありがとうございました。